こんばんは。こんばんは。あれ？あ、東京終わりましたね。ツアー。次は私が出るのは大阪です。たこ焼きが楽しみ。大阪は花火ありがとうございます。今日はもうなんかずっと寝てました休みだったので、まあ、ずっと寝てました。メールはねちゃんと送ったんですけど、めっちゃ寝てました。いつから寝てたって言ったら、寝てたかって言ったら、昨日のもう何時ぐらいやろ、もう昨日の23時ぐらいからずーっと寝てましたなのでなんか目がね少々です。寝すぎて、あの配信んショールームイベントの睡眠を取り返せたって感じで起きることなく、いやちゃんと食べた。ちゃんとイベントの時の寝不足を取り返せました。うん、カメコで参戦しました。投稿した画像で一応見られてるのは葵さんです。イエーイちょっとカメコも見よう。ありがとうございます。こんばんは。花火すごい。ちょっと待って、あげたお茶。イベントの時より睡眠時間取れてません。やば。なんでなぜですか。ちょっとルイボスティー飲みます。
なんか言おうとしたんですけどね、忘れた。なんか配信で喋ろうと思ってたんですけど、何やったっけな、忘れた。 そんな重要じゃないかも。じゃあ思い出したら言います。
今日頭がぼーっとする、寝すぎて寝すぎて今日はちょっとね、ちょっと盛り上がり曲を歌おう。じゃあ、でも寝すぎてって言っても見て、長浜ねるちゃんのエッセイ本をね、本当はね文庫本とあれ何やったっけ、特装版みたいな、文庫版と特装版みたいなね、どっちも欲しかったんですけど、本屋さんで買ったんですけど、そう、もう特装版の方はもうネットで頼みました。明日届く予定そう、これはねもう文字だけって感じだけど、特装版の方は写真も入ってる。昨日行ったんですよ、ちょうどね本屋さんに行けて、それでそう、どっちもね本あの探してて、本屋さんの中でえどこにあるんやろうと思ってずっと探してたんけど、なくて、あったんですけど、あの店員さんに探してもらって
なんかこの写真これどこにありますかねみたいな聞いたんですよ。なのでこれしか持ってこられてなくって、あ、そうですって言って これしか買えなかったんですけど、まあネットでも買えるってなってネットで買いましたよ。もう一つ、これよりね大きいんですけど、特装版の方は面白いです。私はね欅坂さんが好きだったので、欅坂さん時代の長尾ねるちゃんも好きだし、今も好き。そう、探してもなんか、どこにあるんやろうってずっと思って探せなかったんですよ。なのでもうネットで買いました。ラジオ毎週。おお。おソロ。嬉しい。いいよね、ティフ。ティフ行きたかった。ちょっと歌おう。
これだけのために。この曲が、あれちゃんの生誕、9日ですよね。ククの日、ククの日。アリちゃんとアヤパン、アヤパンの生誕祭って、なんか出たことないかも。あるっけ。
滑舌はまだ起きてなかったみたいです、私の。ね、ちゃんとステージに立ってる時は噛んだことないのであんまりね、大丈夫です。二人せぞ春夏で恋をして、二人せぞ秋冬で去ってゆく。一緒に過ごした季節よ、気づかれず踏まれても悲鳴
ないですね。
やば、眠くなってきた。なんか寝すぎてめっちゃ眠い時ありますよね、なぜか。AKB さんの曲歌おう。土地の責任じゃあ、ダメ。
たのにこんな場所で突然出会っちゃうなんて。おお、そんなことってある？保険かけてない、他に誰かキープしとけばよかったよ。いくつなんかじゃなくてきっと感じてしまった、後の祭り。何しようかな。バーが登場しました。途中で
どうしようかな。どうしようかな。待って。
てててててんててててててんてて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 ん。あ、11時半だ、もう早いね。ほう、早い。さっき11時前だった気がする。くしゃみ出そう。雨の中ずぶ濡れ打たれてたかった汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きて今日かっこいい系の気分でしたね。ほう。なんかずっとくしゃみが出そう。よし。真夜中の僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ、夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にそう、もっと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになる肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてるとそう眠る。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。君
歌は終わりです。終わりたいと思います。ちょっと歌は充電なさそう。へ。うわ。もう今日は寝て逆にしんどい寝て逆にしんどいし、その上にまたしんどいから寝るみたいな、なんかこういうそういうサイクルの時あるよね。それはないです今日はね。うんうん、いい歌声でした。よかったです。夜寝れるかな。寝れるんですよ、それが。私は夜涼しくて寝やすいね涼しくなってきましたよね。ちょっとですけど、でもなんか携帯の天気予報あんまり合ってるか分かんないんですけど、それを見てみると1週間後ぐらいはもう最低気温が19度とか20度とか21度とかって書いてあって、めっちゃ涼しいやんって思った。そう、クーラーつけてるところとつけてないところの差がね、ちょっと幅が狭くなってきた。ドア開けた瞬間あっつーってなってたのが、お、意外とぬるいぐらいになってきた。夏がもう終わりますね終わりますね。お昼は暑いけどね。本当にずっと秋がいいな。
食べ物も。で、芋っていいよね、ほっこりって感じ。もうね、スタバとか最近は出てますよね。昨日からか、ん、昨日からやったけど行かなかったんですよ東京からの帰りに行こうとしたんですけどね、行かなかったですね、秋が一番いいですよね。でもね、好きな季節は冬なんですよ。秋から冬にかけてのそのめっちゃ寒いじゃなくて、あ、寒い、お、冷やみたいなぐらいがいいですよね。カーディガンで過ごせるぐらいがいいな。長袖に長袖のカーディガンで過ごせるぐらいが一番いいなって思う。服も可愛いし、夏服より冬服の方が、秋とかの方が可愛いなって思うんですよ。一週間ぐらいしかないです。え、本当にそうなんよ。もう肌寒いって思ったらすぐにめっちゃ寒くなるし、肌寒いぐらいがね、なんか本当に一番いい。葵ちゃんにとっての秋は食欲の秋、芸術の秋。食欲の秋です。クリスピー、ん、あ、ドーナツ、クリスピークリームドーナツですよ、あれ。あれめっちゃ美味しい。パリパリしてました。なんかカラースプレーみたいなやつがパリパリしてました。うわ、焼き芋もいいね。芋炊き確かに里芋食べたい。里芋確かにね。春夏秋冬がなくなってほしくないな。四季がなくなってほしくないな。日本の、でも自分らが生きてるまでは多分なくならないと思うんですけどね夏と冬だけになったらさすがに困るよね。なるならもう春と秋にしてほしい。それが一番いいな。それかもう秋だけがいいな秋だけがいい。肌寒いぐらいがいい。本当に地球温暖化が影響してるんですかね。あ、確かに。待って、読書の秋かも、自分。20度ぐらい、あ、わかる。
涼しいぐらいがいいよね。でもなんか思ったんですけど、涼しいっていう感覚って夏があるから涼しいとか思うんですかね。関係ないか。ずっと涼しい環境にいたら寒いのかもって思って。こんばんは。賢い？そう。いやでも涼しいのがいいな。最も暑かった夏。そう、そんなに別にそんな暑くなかった気がするな。私はね、体感的に5年前ぐらいの夏が一番暑かった。5年前じゃない、6年前ぐらい。 STU に入って1年目ぐらいの夏が一番暑かった気がするんですよね。めっちゃ肌が本当に火傷するかと思ったぐらい暑かった記憶がある。それか広島がめっちゃ暑いだけなのか。広島ってね結構暑いんですよ。普通にプライベートで外歩いてて、尾崎真美ちゃんとね、懐かしくない？真美ちゃんと外を歩いてて、めっちゃ暑くって本当にもう歩きたくないぐらいだったっていうのを覚えてるんですよ。でも今年とかは別にそんなそうなることはあんまないので、その時ぐらいがなんかめっちゃ暑かったなって思います。こんばんは。ね、今年の夏暑いとか言われてるじゃないですか。でもそんな別にそんなって思う私はね。長いとは思うけどね、期間が、暑さも。残暑がなんか激しいみたいなですかね。ちょっと困るね。もう本当に天気だけはどうにもならんよね。ね、とにかく暑いのが嫌いです。ねえ。暑い夜が一番嫌い。寝苦しい夜ってね、辛いよね。朝にめっちゃ汗かいてるっていうのもね、嫌ですよね。
え、すごい寒い。いやもう寒いのだけは全然いい。でも夏にね、野外フェスみたいなしたいなって思うよね、思うよね。 STU もいつか。愛媛の冬は寒い。まあ寒いよ。全然四国とかも全然寒い。あったかいイメージあると思うけど。雪もね、まあ最近は積もらないんですけど。いや積もるか。めっちゃすごいって時もあるんですけどね。そんなに昔ほどは積もらなくなりましたと思います。懐かしい。小学校に行くときに何この何この白いつぶつぶって思ってましたね。雪溶かすやつでした。あれ踏むのが好きでしたね。懐かしい。でもそれはね、置いてあるだけで使わなかったりとかするときもあったので、雪が積もらずにね。やけん昔よりは全然積もらなくなりましたね、愛媛。多分あと冬はスケートがあるのでいいですよね。フィギュアスケートが好きなので普通に自分が滑るのも好きやし、見るのも好きなので嬉しいです。なので本当にね、イモースさんでなんか企画があったら嬉しいのになって思ってます。ずっと。なんかジャンプとかはできないんですけど、さすがに普通に滑るだけなんですけどね。滑りますよ。え、伊予鉄のスケート場なくなるん？ガチガチですか。え、めっちゃ通ってましたよそこ。残念。そこ以外に愛媛スケート場あるっていうぐらい知らないんですけど。なんか私ね、愛媛の宇和島出身って言ってるんですけども、公表してるんですけど、宇和島にスケートリンクがないんですよ。でもスケート習いたかったってなったんですね。でも近くにスケートリンクがないせいで習えなかったんですよ。でも近くにあったら絶対習ってて、なので私はもし
化したらスケートをめっちゃ滑ってる人間になってたのかもしれない。もしかしたらそれで思い出したけど、スケートリンクで松山とかに住んでたらスケートをめっちゃ滑れるようになってたのかもしれないです。ね、なんかスケート習ってる人ってあんまいないじゃないですか最近。本当にやりたかったなと思う。でも今からでもやれると思うんですけど、でもやっぱり小さい頃からしてた方が身につくよね。恐怖心もあんまりないじゃないですか、失敗とかしたことないのでちっちゃい頃って。やけん挑戦しやすいし、いいな。壇上を読みます大通さん、カズポさん、中堅さん、サージカルさん、チータさん、カツオさん、コンさん、アクイさん、ケンケンさん、ウツボさん、イサッピさん、レカムさん、ガントチャートさん、ありがとうございます。山田の青い人見れてよかった。だって ね川上千代さん、いいなスケート。ありがとうございました。おやすみか。ほぼ寝ぼけて配信してたかもしれないです私は今日は一日中寝ました。この後もお風呂に入ってなんかいろいろちょっと確認して寝ますもう全然寝れる。おやすみか。あと1分ぐらいある、12時まで。おやすみか。絶対に今年の冬はスケートに行きます。去年はね、去年やったけど忘れたけど、あ、え、3年前ぐらいにはみゆみゆと行ったんですよ、門脇で。去年ぐらいに福ちゃんとねスケート行こうってなって行ったんですけど、閉まってたというか貸し切りになっててスケートリンクが、行けなかったんですよ。なんで今年こそは行こうと思います。早く冬になってほしい。楽しみ。何月からあるのか分からんけど、10月ぐらい、11月ぐらいか、3月4月ぐらいまで多分やってると思うので行きたいですね。あの滑ってる動画とか撮ってから載せたいな。そんな上手じゃないですけど楽しみ。イエーイ、早く冬になってほしい。じゃあね、おやすみかん。